アロー戦争は1856年から1860年にかけて清とイギリスフランス連合軍との間で起こった戦争である。最終的に北京条約で終結した。戦争の理由の一つであった中国人による多くの外国人排斥事件のうち最も象徴的な出来事がアロー号事件であったため日本ではアロー戦争と呼称される場合が多い。 また、この戦争がアヘン戦争に続いて起きたために、第二次アヘン戦争と呼ぶこともある。1839年9月に武力行使が始まったアヘン戦争の講和条約として、1842年に締結された南京条約の規定により、英国は新国に対し、従来の関東に加えて、アモイ、福州、ネーハ、上海の警護港を開港させ、 それぞれに領事を置くこと、さらには香港の活譲も認めさせた。そして、関東13行のような特許商人が貿易を独占して、徴税受け負いを行い、外国商人や外国船の保証人となって、それらをし、統制下に置くという従来の制度を廃止させた。また、南京条約締結後、約1年の間に結ばれた諸協定により、 公正公平な関税率の設定、領事裁判権、最恵国条項、開口後項にそれぞれ軍艦一隻を停泊できる権利などが取り決められた。また、新国中央政府は公式には認めていないが、当時の金佐大臣経営が、長江川口以南のアヘン貿易を非公式に黙認した。南京条約及びその後結ばれた諸協定により、 香港に駐在する英国公使権香港総督に対する中国側の外交の窓口は、関東にほぼ常駐することとなる、関東近佐大臣が担うこととなった。これによって、英国側の深刻管理との接触方法が、アヘン戦争前の君ゆき商人を介在させた、間接的な仕組みから大きく改善し、直接接触が可能となった。また、 開港後、河野各英国領事は道に置かれた道代と接触することが可能となった。しかし北京に外交施設が常駐することは認められなかった。また、変戦争後、関東内外の住民の間で外国人排斥運動が盛んとなった。1842年12月には大規模な公衆、英国召喚焼き打ち事件が起こった。この時期から、 英国人を対象とした暴動が頻発するようになる。1846年1月に、両高総督機栄と関東純部機ンは、甲州の城壁で囲まれた中国人町に英国人が入場することを一旦認めたが、これに反対する群衆が甲州府地府の執むところと住居を焼き打ちしたため、英国人入場許可を取り消した。1847年3月には、 甲州に近い仏山鎮で英国人6名、米国人1名が住民から投石を受けるという事件が発生した。これへのあだせんとして香港から軍艦を派遣して甲州港の英国省管外を占領した。その後も1847年12月には甲州から3マイル上流の高竹木で英国青年6名が切り殺されるという事件が起こった。 その後再び入場問題について、再提起され公認者が交渉を開始するものの、申告側の方針が定まらず、入場問題は一時棚上げされた。激しくなる、排外主義活動を取り締まるよう、時の英国外務大臣、パーマストンは、北京の新朝政府に強い抗議を行った。1850年代初期の英清関係において、 外交面と通商面の二つの側面から問題が浮かび上がってきていた。南京条約の改正交渉も1854年から開始された。まず外交面では、英国の英国公私権本根総督と新国関東金佐大臣との交渉では、入場問題を通じて、金佐大臣と新国中央との意思統一がされず大いに混乱した。英国政府は、 新朝中央政府と直接交渉を試みたが、新国中央政府は外交の窓口は関東金佐大臣であるとして、これを突き返した。英国政府にとっては、英国人の高収入上の権利と他の滞在地での安全確保をいかに実行するかということが喫緊の課題であったが、関東金佐大臣との交渉は混乱により父として進まなかったため、 英国は北京の新国中央と直接交渉できるような体制を作ることがぜひとも必要であると考えるようになった。これは後に北京に常駐外交使設団と常駐公使館の設立を施行することにつながった。通称面では現状の開港後港以外に蘇州や公州のような便の良い都市を新たに開港することと汚職が蔓延し機能不全を起こしている。 旧体依然とした既存の徴税機構に代わり、公正公平な徴税機構を新たに作ることが喫緊の課題であった。英国外務大臣、パーマストンは、これらの問題の解決を図るために、新国に対し再び武力行使をする決意を固め、1851年12月に外務大臣を辞職し、1855年1月に首相として政界に復帰した。 しかし当初は、海戦理由としてふさわしい海戦原因がなかったため、武力行使の準備だけは十分に整えて、いつでも武力行使にすぐに踏み切れる体制を整えていた。アロー号を脱放する新国兵そのような状況下で起きたのがアロー号事件であった。百五十六年十月八日に、真の関権は、イギリス戦績を名乗る中国戦アロー号に臨権を、 行い、新人、船員12名を拘束し、そのうち3人を海賊の容疑で逮捕した。これに対し当時の公衆領事、ハリー・パークスは、真の領好総督、金差大臣である、陽明鎮に対して、イギリス船籍の船に対する申告関係の林権は、不当であると主張し、また逮捕の時に、真の関係がイギリスの国旗を引きずり下ろしたことは、 イギリスに対する侮辱だとして抗議した。楊明鎮はこれに対して国旗は当時掲げられていなかったと主張したが、パークスは強行に自説を主張し、交渉は決裂した。実際には事件当時にすでにアロー号の戦績登録は期限を数日過ぎており、アロー号にはイギリスの国旗を掲げる権利はないし、関係によるアロー号船員の逮捕は全くの合法であった。 しかし、申告側の陽明賃も、基本的な事実関係の調査を全く行わず、この事実に気がつかなかった。パークスの方もどうやら、期限切れの件は知らなかったようであり、後に、議会で問題になっている。略奪直前の延命園公衆に侵入する、英仏連合軍、パークスの行動を見た、申告駐在英国全権施設兼香港総督、ジョン・ボーリングは、 現地のイギリス海軍を動かして、甲州付近の砲台を占領させた。これに対して、甲州の繁栄運動は頂点に達し、居留地が焼き払われた。厚生省で殺害された、フランス人選挙士、オーギュスト・シャプドレーヌイギリス首相パーマストン施策は、現地の対応を支持し、本国軍の派遣を決定するが、議会の反対により頓挫した。 パーマストンはこれに対して解散総選挙を行い、今度は議会の指示を受けて、現地に前、カナダ総督の第8代エルギン伯爵兼第12代キンカーディン伯爵、ジェームズ・ブルースを司令官として、兵士5000からなる遠征軍を派遣した。同時に、フランスのナポレオン3世に共同出兵を求め、フランスは、 フランス人宣教師のオーギュスト・シャプドレーヌが逮捕され、残手となったことを理由として出兵した。司令官はグロ団尺であった。アメリカ・ロシアは戦争には加わらないものの条約改正には参加すると表明した。1857年12月29日、英仏連合軍は、甲州を占領して、陽明鎮を捕らえた。翌年二月には、イギリス、フランス、ロシア、 アメリカの全権大使連盟により、北京政府に対して条約改正交渉を求めた。しかしこれに対する真の返答に不満を持った、連合軍は再び北上して、天津を制圧し、ここで天津条約を結んだ。この条約の内容は、孔子の北京駐在、キリスト教布教の承認、内地河川の商船の航行の承認、英仏に対する賠償金などである。 またこの条約による関税率改定により、アヘンの輸入が公認化された。条約締結を見た、連合軍は引き上げた。しかし、連合軍が引き上げた後の北京では、天津条約を非難する声が強くなり、この条約内容を変更しようと動いていた。1859年6月17日、英仏の艦隊は、天津条約の批准のために、 天津の南の白川口に来た。これに対する真の言説はなく、また白川には、そこを妨げる障害物が配置されていた。これを取り除いている最中に、大砲で新軍の攻撃を受けた、英仏艦隊は、モンゴル人将軍センゲリン鎮ンの軍に敗れて、上海へ引き返した。英仏軍の延命園の略奪八里橋へ進行する、フランス軍1860年夏。 英仏軍は大艦隊と約1万7千人の兵隊という大軍で再度進軍して、真の砲台を占領し、清志川との交渉に当たった。しかし、ここで、パークスらが、新国皇帝の指示によって、戦下林鎮に囚われ、施設団のうち11名が拷問の上で、殺害されるという事件が起こったために決立し、連合軍は、北京に迫ったため、漏培した皆豊か帝は、 熱火に避難した。10月7日、8日、英仏連合軍、ことに仏軍は、延命園で略奪を行った。エルギン博は7日夕方、延命園から引き上げて、すぐに、そのありさまを、今や廃墟。見た限り、略奪、粉砕が、半分もされなかった部屋は一つもない。仏軍は織物を引き裂き、工芸品を壊して回り、なおかつ略奪した。 等と記している。10月18日、19日、英軍は慎重による捕虜殺害に対する報復として、延命園を焼き払った。この時、園内から殺害された施設団の遺体が回収されている。仏軍と英軍は、仏軍による略奪と英軍による焼き払いを互いに非難し合った。1860年、連合軍は北京を占領し、 10.11月に、ロシア公使、ニコライ・イグナチェフの朝廷のもとに、英仏遠征軍司令官と共振能との間に、北京条約が締結された。この条約により清は、天津の開港、イギリスに対し九流半島の割譲、中国人の海外への渡航許可などを認めさせられた。最後の渡航許可というのは、中国人労働者を劣悪な条件で移民させる。 クーリー貿易を公認するものである。この条項は労働者移民の公認と、それによる一定の移民保護を目的に入れられたとされる。さらに朝廷に入ったロシアに対しても、1858年に、ロシア帝国東シベリア総督、ニコライム・ムラビオフ・アムールが締結した、愛軍条約以後の2年間は、新ロ両国の雑居地であった外満州を正式に譲ることになった。 特に、ロシアが、沿海地方に、軍港ウラジオストックを建設して、ロシア太平洋艦隊を常駐させ、シベリア鉄道建設によって、大規模な兵の陸送を迅速化させようと計画したため、日露戦争の原因ともなった。その後も、ロシア革命時のシベリア出兵では、極東共和国の帰属をめぐって、日露間で紛争地となった。1856年の夏に、 日米和親条約の規定に基づき、アメリカ合衆国の領事であるタウンゼント・ハリスが、伊豆の下田に着任した。ハリスは、日米修好通商条約の締結にあたって、アロー戦争とインド大反乱を引き合いにしつつ、イギリスが日本に出兵する、可能性をほのめかして、江戸幕府に圧力をかけた。ありがとうございます。